今年5体目の勇者実装しちゃいました。ダケダクト、おはこんばんは、タンチュンです。今回の内容はレックスタバサの強いところ、弱いところ、そして何凸まで狙うべきかなど評価考察、簡単にやっていきたいと思います。この前にお知らせをさせてください。7月29日土曜日19時20分からタンチュンチャンネルにて周年祭ライブをやりたいと思っております。まあ周年祭という名のただの飲み会です。3周年を祝ってみんなで盛り上がっていけたらなと思っております。忘年会と同じような流れなんですが、7時半から9時まで各1時間半枠取っております。1枠目はユンさん、モカさん、ザブさん、そして2枠目9時から10時半ナルさん、スリハムさん、ハナドンさん、10時半から3枠目ソンゴチョンさん、大森ライクさん、ケンシンロウさん、この3枠で5時間スペシャルやっていきたいと思っております。ということでお楽しみに。それでは早速ね、レックスの詳細見ていきたいと思います。英雄系攻撃タイプ、勇者枠のスキルパネル持ちです。今年5体目ってやばくないですか。ソロ、ダイ、テンライアンルシア、魔物使い、レックス、 S 特技きついんですけどマジで。そしてどんだけガチャ引かせるねんということで、ウェイト65でございます。全部ね読んでると時間かかっちゃうので、じゃあ簡単に私が考察したレックスの強いところ、まず一つ目、一番強いのここです。シャイニングソード、イオ属性物理の 410% で、まあ、約 600% 以上のダメージを出しながら火ダメ上昇を高確率で入れられる、これがめちゃくちゃ強いです。少年テリーでバフ入れながらソロでバフ剥がして、ロトで守備力下げて、シャイニングソードで火ダメージ上げて、テンライアンルシアで床ダメージを張る、これでほとんどのキャラめちゃくちゃダメージ出ますので、物理環境のタクトではこの火ダメージ上昇が広角で物理でダメージ与えながらやれるのはどちゃくそ強いです。もうこれだけでレックスは評価高いです。他別にどうでもいいぐらい、攻略においてはシャイニングソードが最強クラスと言っても過言ではないです。なんなら10倍以上でも十分に使えますので、 400% 出ますんでね、10倍以上のステージ耐性さえ合えばほとんど連れていけるってなるんで、普通にむっちゃ強いと思います。そして2つ目、幼き勇者基本特性ですね。無凸でこれがついてるのは優秀。2回まで確定で状態異常解除ができて、さらにテンションまで上がる。なんならね、技と状態異常食らってテンション2段階 40% 余ダメージ上げてから攻撃するのも全然あり、これも強い。そして3つ目、1突で元気爆発、元気すぎるやろ。攻撃守備賢さ素早さ大幅アップ、どんだけ。もうここの3つまででめっちゃ強いです。普通に95点超えてくる。さらに4つ目、ダメージ1回無効、むちゃくちゃむちゃくちゃです。攻略、闘技場、AI 戦、もう全部強いです。そして5つ目、ステータスが高くて、射程が長い。ここが物理は大事なんです。射程が長いかどうかが、使いやすさが変わってきます。天空のギガデインはね、もう1回しか使えないし、まあ、いてはだと思ってください。もっと貯めるも1回しかない。勇気のイカズチが射程4で5マスはやばいし、クリュードライブ実質4、5あるし、シャイニングソードが射程2だけど火ダメージ上昇はもう最強です。ではね、弱いところも見ていきたいと思います。弱いところ1つ目、 MP 回復がない。一応ね、貫突で HP、MP 回復、章がつくんですけども、そんなん貫突なんか無理です。1突か3突で多分使う方多いと思うので、ここはね超高級品という感じです。さらにダメージ軽減がないんですね。ここが痛いところ、完全なる弱点と言っても過言ではないですね。魔物使いと一緒に使えば 20% 軽減はもらえますけどね。2つ目、3ターン目行動後素早さが切れてしまう。うん、なので短期決戦型です。一応3つ目のね弱いところも、必殺とパネル特技が1回ずつなので、もう完全に短期決戦型、まあ、5ターンから7ターンぐらいまでなら使えるかな。まあ、最近のね開花の扉とか普通に3ターン5ターンでクリアできてしまったりするので、攻略でも十分に強いし、闘技場なんてねだいたい 3,4 ターンで終わるので特に問題なかったりします。ということでまとめると、1突でも運用は可です。3突で化け物級、闘技場系は5突でぶっ壊れ、1突運用なら火ダメプラス火力要因として全然使えますので20丸。ギルド大会の防衛は強いチームはほぼレックス貫突で溢れると思います。合わせてね魔物使いとか入ってるともうちょっとね恐怖でしかないかもしれません。ということで
私のレックスの評価点としましては、1凸94点、3凸97点、貫凸で100点とさせていただきます。なので平均取って97点かな。魔物使いに関しては私は102点つけたので、やっぱね、あれは仲間呼びとダメ系無視なのでむちゃくちゃ強いです。まあ話し出すとね長くなるのでこの辺にしておきましょう。では2体目タバサちゃん行きましょう。英雄系魔法タイプですね。ウェイトは60でございます。簡単に強いところ行っていきましょう。1つ目、プリンセスオブハート、これを無限に使える、これが強いです。ベロニカだとね、一応2倍の魔力覚醒がね2回使えるんですけども、プリンセスオブハートテンションを 20% 上げつつ呪文威力 15% 上げれるんで、さらにこれ2ターン目3ターン目4ターン目と使えば、ゼシカのタメルの容量で 40% 60% 100% まで上げることが可能です。テンションをね、さらに3凸すれば攻撃をした数だけ時々テンション上げるので、攻撃してプリンセスオブハートでマックスまで上げて、最大 100% の状態からグランバーストとかタバチャ砲、グランフローズンを打っていけると普通に強いと思います。そして2番目、射程がやばすぎる、ここなんです。呪文キャラってね、最近3になってきましたけど、昔のキャラゾーマとかまだ2なんですね。これが移動3でデフォで動けて、射程4、5で撃てる特技しかない。これはえぐいです。実質射程が7、8もあるので、かなり使いやすいと思います。3つ目、巨大ボスでめっちゃ使いたい性能。4つ目、タバチャ砲、1回、反射負荷、無属性呪文台、射程メドローアですね。そして5つ目、基本特性で魔力暴走プラス 15% は怖すぎます。三凸も怖いです。意外とね、呪文キャラって射程が短かったりするので、そんなに怖くないよっていうイメージなんですけど、こんだけ射程あると、もう激減で受けるしかないとか、まあ、暴走食らったらね、たまったもんじゃないので、一応タバサね、混乱が弱点ということで、混乱を入れていくしかないかなという感じですね。そして弱いところを見ていきましょう。1つ目、弱点でワンパンされる可能性が高い。あと混乱も弱い。ダメージ軽減がない。今回ね、レックスとタバサ、なぜダメージ軽減がないかというと、多分私の予想では子供だから、子供はねやっぱ弱いので耐久力がないっていうところが、わざわざダメージ軽減系をつけなかったのかなと。まあそんなことはどうでもいいんですけど、2番目、 MP 回復、これも5凸しかない高級品なので、短期決戦型、まあ5ターンから7ターンで使えたらいいなという感じです。そして3つ目、ダメ系無視、踏みとどまりがないタバチャ砲、まあこれがねついてればプラス5点してもよかったかなという感じです。ということでまとめとしましては、1凸で運用は可、移動3プラス長射程で実質7、8は使いやすい、3凸になるとバンバン火力上がるので強いです。まあ5凸にする必要まではないかなとは思いますが、防衛でワンチャン入れたいよという方は5凸もありかな。2ターン目にねタバチャ砲ぶっ放されると反射負荷なので、まあ、これはこれで怖いかなと思います。ということで評価点としましては、まあ、1凸だと90点、3凸で92点、貫凸で94点という感じでしょうか。平均して92点ぐらい、まあ、つけてあげましょう。レックスに関しては、イオデインの特技を使って、ギラヒャド耐性ちゃんとありますので、耐性安定型で大丈夫です。眠りもね2回までは解除できるし、テンションも上がるので逆に眠りで良かったかなぐらい。タワサに関してはキャドイオ特技が使えて、ちゃんとね半減メラギラ耐性ありますので、こっちもバランス型特に問題はありません。ということで今日はねチケット、まあ、こちらタクポもねメタルカード買わしてもらいまして、チケット40枚用意してきました。まあねちょっと使うコンテンツがねまだ少ないので、優勝引くかちょっと悩んだんですが、もう今回だけ3周年ということで、まあ、ワンチャン優勝も引いていこうかなと思います。では行きましょう。神引きよろしくお願いします。レッツゴー。ではまずタバサちゃんチケット10枚からレッツゴー。ボスガルムブサイク、パパスおじいちゃん生き返って嬉しいよと、出てきてタバちゃん、タバちゃん、タバちゃんなさそうです。金はボスガルム出るかな。お、ボスガルム出た、ありがとうございます。バトルあるかな。よし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 、じゃもう1枚ボスガルム出しといて、3凸ぐらいになったら、あー違うね。はい、ということで本番ですね。レックス大本命、ここをねなんとか抜いていきたい。チケットで出せたら確定1凸、よろしくお願いします。頼むよレックスくん、レックン
レックン、寒いね。おっと、金に光って、虹ないかな？ないね。はい。では、3、2、1、スキップ。ダメー。はい、虹ダメ。ワンチャン2枚抜きとか、ないかな？伝統言いたい、伝統言いたい、伝統言いたいよ。はい、ベスに上がっていく。さらに、おっと、虹に光っていく。ナイス。チケットで虹チャンス。ありがとうございます。1、2、3、4、5、6枚目か7枚目ぐらい。2枚目。はい。出ない。いいよ。キラン。こっから。出ない。何枚目？誰やねん。次かな？さあ、レックスくん。シャイニングソードを私にも打たせてください。元気！爆発！うわー、似てる、似てない、違う、四突牛命。まだ、貫突してなかった。くそー、せっかくのチャンスを、ものにしていけよ。残念、せっかく虹引けたのに。さあ、チケットあと10枚。いや、だってね、引けないと、無凸運用はきついからね、さすがに。無凸運用はきついです。無凸運用はきついです。キラーン。ダメですか。3人スキップ。40連やって、ギュメだけ。なるほど。わかりました。行きましょうか。豪華限定スタンプ付き。運営さん用意してくれたから、まんまと買わされます。行きましょう。さあ、息子たちを出てくるんだ。よろしく。こっちだよ。これ引くんやったらもう2枚抜こう。レックスタバサ自引きで出して、さらにチケットでレックスを一突する。イメージ。イメージ大事。9000円だからね。頼むよ。9000円の S 確定。25%。25% で引けるから。それの2分の1になっちゃうけどね。道中大事よ。道中大事よ。青ステッキスライムは道中ないか。おお、道中ある。ナイスナイス。 25% の 25% の 25%。やった、頼むぞ。まだやで。スノードラゴン。いや、もう引いちゃおう。双子ちゃん引いちゃおう。行こう行こう。頼むぜ。グランバニアの王子と王女、ここで迎えましょう。ドリアナイス。ドリアナイス。かわいい。ちっちゃ、ちっちゃ、かわいい。かわいい。ゴテンクス感がやばいな。名前ゴテンクスにしようかな。違うか。ありがとうございます。道中で出しちゃったよ。ほんとかね。そして確定。ここはいかがですか？ベス。ベスキング。やった、引けた、嬉しい。これで一突確定ですね。かけらはない。モナメダもない。ということはもう引くしかない。行きましょう。なんならもう一回道中出していただいてもいいんですよ。グランバニアの次は王女ですか？王女もいいけど、王女もかわいす、めっちゃ可愛い感じしそう。タバちゃんも可愛いやろな、多分。ちっちゃいね。あ、道中あるの？マジで？また同じく6枚目。ほんとかね。地引き2枚できる。ありがとうございます。見どころもあってありがたい。すごい。次、タバちゃん？次、タバちゃん行っちゃう？タバちゃん行っちゃう？あられちゃん。あられちゃん出てきて。あられちゃん。違うやん。首へしよんぞ、こら、こんやらかい。ユンさん、ぶち切れてるやないかい。幸せよ、あは、運ぶ。地引き3枚目。すげえ。いや、ま、この興奮をね、9000円で買ってると思うしかないか。素晴らしい。サージタウスも突進んで、伝統芸能3枚抜き。ありがとうございます。ここ、25番。引けないんかい。そこ引けないんかい。せっかく地引き出したのに、3枚も。パンパンパンって抜いたれや。ここね、30連目、二次確定ないので、紹介チケットもらうだけですね。はい。まあまあ、これで一突か。
いや、諦めるな。まだや、わからん。出るかもよ。出る、今の流れなら出ちゃうかもよ。出ちゃわないですか？出ちゃわない。さっき3000だな。ということで、チケットいただきましたので、交換所の、これかな。いや、タバサね、取りたい気持ちもあるんですが、もうかけらないんでね、レックスを一突して運用していこうかなと思います。こればっかりは仕方がない。では、一突しましょう。はい。これで一突かな。元気爆発いただきました。ありがとうございます。OK。はい、ということで、レックスくん、ちっちゃいね、かわいいね、パパスと、パパと一緒に並んで、いいですね。タクトはこれがいいですよね。ということで、ご視聴ありがとうございました。よければ、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それでは。